20回小橋めぐみの本のめぐみ。この番組は青山ブックセンターさんのご協力のもと、毎回おすすめの本をご紹介していきます。こんにちは、小橋めぐみです。今回も青山ブックセンター本店のブックバイヤー米山さんとともにお送りしたいと思います。米山さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回は今野勉著、宮沢賢治の真実、修羅を生きた詩人をご紹介したいと思うんですけれども、はい、この本は、はい、宮沢賢治に徹底的に迫った一冊で、はい、この帯にあるんですけれども、はい、春と修羅、英傑の朝、銀河鉄道の夜、ドキュメンタリストが執念で解き明かした数々の名作の奥底に潜む実人生の慟哭、はい、とありまして、はい、著者の今野勉さんという人は、はい、テレビのプロデューサー演出家、うん、脚本家であり、数々のドキュメンタリーを作られた、はい、そういう著者が、うん、今までその学生時代から宮沢賢治に触れてきて、はい、最初に私はこれまで4人の宮沢賢治に出会っている、うん、とあって、生命の伝道者、うん、農業を信じ、農業を愛し、農業に希望を託した人、うん、野宿の人、はい、そして誰にも理解できない言葉を使う人であり、子どものお絵かきのように詩を作る人とあって、そしてあるきっかけで5人目の賢治と出会うというか、出会うために長い旅が始まるんですけれども、探しに行くんですよね。そうなんですよね。例えばこの詩が書かれた時刻だとか、はい、賢治の当時の行動とかを全て事細かに実際にその土地に行って歩いて迫っていく、もうちょっとミステリーのごとく執念を感じますよね。根拠をやっぱり作ってますよね。そうですね、こうだったかもしれないじゃなくて、さらに一歩宮沢賢治を僕も教えていただいたという感じがありました。銀河鉄道の夜という作品を映画と舞台で関わったことがあって、映画の時は先生役で、舞台の時がジョバンニの役を友達の、はい、演じていて、セリフが本当の幸せってなんだろうって、はい、言葉はすごく優しいんですけれども、はい、それを本当にそのジョバンニの気持ちになってセリフを言おうとした時に、何を言いたいんだろうなってさっと読んだだけで分かったつもりが、はい、実際に演じて本当に心の奥底から、はい、信じてやろうとすると、はい、何かちょっと分からなくなってしまうところがあって、うん、結構序盤に役を演じるのはとても悩んだんですけれども、うん、あ、舞台です。舞台で、はい、本当に最後の最後ぐらい、舞台稽古ぐらいの時にやっとつかめて、パチッとはまったら、あ、こういうことだったのかって分かって、序盤にの、はい、切符、はい、で何なんだったんですかっていうのがありましたよね。そうですね。でまたそのジョバンニの切符のことも最後の方に語られてるから、ぜひそのあたりは読んでもらいたいんですけれども、そうですね、うん、探っていく中で宮沢賢治一人だけではなくて、賢治の妹のとし子、でそのとし子の恋についても、もうとし子の恋で一冊終わってしまうんじゃないかぐらいに新聞社の企みが、ね、そんなことに巻き込まれていたっていう、とし子を話して、そうですね、東京に逃げられてっていうところは結構あまり知られていなかった、僕も知らなかったんですけど、はい、辛いです ね、 そうですね。ただこう人を好きになって破れたっていうだけじゃなくて、賢治の葛藤がなんか最初の方は結構 ねひしひしと感じるところがあって、賢治の敏子愛はすごいこの本でも、はい、語られていたので伝わってきますよね、はいはい、その敏子への愛とともにもう一つの賢治の恋も描かれていて、そうですね、はい、その二本柱がずっと続いていくような感じで、最終的には銀河鉄道の夜、はいはいはい、に入っていて、たどり着いて、はい、そうですね、そこに敏子はいるのかというところが、そうですね、はい、ちょっと震えましたね、
中にこれだったんだっていう、はい、いるんですよね、いるんですね、はい、もうまさしく本当に副題の修羅を生きていたっていうところが、はい、春と修羅というのも有名な詩ではあったんですけど、はいはい、宮沢賢治と修羅って結びつかなくて、なんでこの作家は修羅という言葉を使うんだろうというか、いつもこう柔らかく優しくっていうようなイメージもあったので、はいはいはい、そうですね、宮沢賢治の一生が、はい、まあ、要は修羅場をずっとくぐってきて、はい、深い悲しみの中から生まれた作品がたくさんあったんだなと思うし、そこからどうやってこう生きていくかというか、一つの生きる道を提示してくれるような、はいはい、そうですね、はい、本であり、本当にこれはもう執念の、対策的な、そうですね、はい、これでまた映画ができるんじゃないかっていうような、なるほど、それはあるかもしれないですね、そういうのにもなってほしいような、なかなか本当に読み応えのある一冊、そんな今野勤著宮沢賢治の真実修羅を生きた詩人をお送りしました。カンパネルラ、また僕たち二人きりになったね。どこまでもどこまでも一緒に行こう。僕はもうあのサソリのように、本当にみんなの幸いのためならば僕の体なんか百遍焼いても構わない。うん、僕だってそうだ。カンパネルラの目にはきれいな涙が浮かんでいました。けれども本当の幸いは一体何だろう。ジョバンニが言いました。僕わからない。カンパネルラがぼんやり言いました。僕たちしっかりやろうね。ジョバンニが胸いっぱい新しい力が湧くようにふーっと息をしながら言いました。それではまた次回お会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。